よろしくお願いいたします。カズタ DNA 研究所の桜井と申します。で、私の方は今回メタボローム解析の紹介ということでお話しさせていただくんですが、まず私ですね、どういうものかというところからちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、カズサ DNA 研究所っていうちょっと変わった名前の研究所なんですけれども、これは千葉県の財団法人になっております。で、私たちの研究所ではこれ設立して20年ぐらい経つんですけれども、主にですね、生物のゲノム解析ですとか、そういった DNA の解析を中心に行ってきました。で、植物の方では白いナスナの解析ですとか行っておりまして、で動物についてはですね、人の脳の中にから検出される割と砂長の長い cDNA のコレクションなどを、しておりまして、そういったことをやってまいりました。で、そういうふうに DNA の、生命の設計図を解析してきていたんですけれども、15年前ぐらいからですね、やはり設計図だけではなくて、その表現系である、メタボロームというものも注目していくべきだろうということで解析を行ってまいりまして、でそれで私はその中でデータの解析というところで担当してこれまで仕事をしてきております。で、メタボロミクスというのは代謝物を網羅的に検出する技術ということなんですけれども、簡単にちょっとここでイントロをお話ししたいと思います。でこちらはオウム科学全体像を捉える研究という流れの中でいきますと、ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオームについて、代謝物を網羅的に見るということで、メタボロームということで位置づけられると思います。で、ということですので、測定している値というのは、トランスクリプトームですとメッセンジャー RNA の発現量ということになりますが、測定しているものが代謝物の蓄積量に変わっただけということで、一応出てくるデータの形としては、トランスクリプトームやプロテオームなどと同じです、基本的には。ということでこちらがメタボローム解析の流れですけれども、検体から得たサンプルをこういった機器で分析をして、でそうしますとこういったメタボロームデータ、成分が検体にどれだけあったのかという、定量的な成分表ですね、こういったものが出来上がってくるということになります。ということで一旦この表が出来上がると、遺伝子発現などの解析と同じようにこういった有意差の検定ですとか、あるものを指標としたモデルの構築ですとか、あるいはこういった代謝パスウェイに当てはめて生物学的な意義を解析するといったことが可能になってくるというわけです。でこちらちょっと話がそれるんですけれども、メタボローム解析っていうのが近年どれだけ行われているかということをちょっと調べてみました。でこちらはパブメドの検索なんですけれども、検索をするときにこのようにメタボロミクス&ヒューマンオアマウスオアラットとかいう、 こう検索式を入れるとですね、こういったヒストグラムを書いてくれます。でこれで見ると昨年あたりですと年間1500を超えるような論文というのが報告されているということが分かりました。でこの中で、この検索式にバイオマーカーというのをちょっと入れて検索してみたんですけど、そうすると大体この赤いところですね、 36% ぐらいがバイオマーカー関連ということが分かりました。これは創設とかそういうのも含めての全部の含めての数字なので、一概には言えないんですけれども、結構バイオマーカーに関連するものが多いのかなというふうに思っています。でそれで、これまたさらに脇道にそれますけれども、どんなバイオマーカーが知られているんだろうということでちょっと興味深かったので調べてみたんですが、バイオマーカーというと商業、優勝なものではデータベースを購入して何万というものを見ることができるっていう、そういうサービスもあるそうなんですが、フリーのもので調べられないかということでちょっと調べてみましたところ、この HMDB というところで調べられるということが分かりました。ということでちょっとこう見てみます。HMDB、これカナダが作っているデータベースなんですけれども、Google 検索とかするとすぐに出てきます。で、こういったところで、ですね、この検索式のところにマーカーとか、入れるとですね、111個ぐらい
マーカーとなりそうなものがありますよみたいなことが出てきまして、まあ、こういったところにありますね。でこの中見ると、まあ、この化合物は何か、まあ、何とかのマーカーになりそうですみたいなことが書いてあります。まあ、こういったことで、まあ、簡単に調べられるので、ご興味あったら、まあ、見てみてください。はい、ということで、まあまあ、そんな感じなんですけれども、今回事前のアンケートで皆さんどんなことを知りたいかということでご要望をお伺いしました。そうしましたところ、全般的な内容としては、まあ、サンプルの調整や解析方法、データ解析どういったものがあるのかですとか、どういったサンプルから何を見ることができてどういう解釈を得ることができるのかとか、それからこれから始めるにあたってどんなことが必要なのか、まあ、こういった基本的なことが結構興味があるんだなということは分かりました。またさらに個別のちょっと踏み込んだ解析になりますと、化合物の帰属同定に使われるデータベースとして、まあ、マスバンクというのがあるんですが、これをどうやって使ったらいいかですとか、あと扱う材料については、まあ、人マウス関係のもので肝疾患に関してご興味のある先生方が多かったということが分かりました。ということで、これらを踏まえてですね、本日の内容としては、こんなことを考えてきております。で、まず、やはりメタボローム解析自体、あまり馴染みのない方もいらっしゃるということですので、やはりどうしても、まあ、基本的なことをある程度お話ししなきゃいけないかなということで、メタボロミクスの、基礎知識ということで、まあ、分析装置についてですとか、どうやって同定するのかということについて、ある程度お話をしたいと思っています。でそれからですね、まあ、どういった解析ができるのかということ、あるいは、まあ、肝臓の疾患に関して、まあ、関連することということで何かあるかなと思ったんですけれども、残念ながらちょっと肝臓を直接その、まあ、扱ったようなメタボロームデータっていうのが、まあ、手元になかったんですが、たまたま尿を解析したデータっていうのがありましたので、こちらを使ってですね、手作業でこうやっていく解析っていうのでどういうことができるのかということを紹介したいと思います。でおそらくこのあたりですね、ちょっと座学が中心になってしまって、おそらく最初の1時間ぐらいがこういったお話になるかと思います。でその後ですね、実習ということで実際にデータをデータベースに検索したりとかいうことを考えております。で本当はですね、本日私たちが作っているソフトウェアっていうのがありまして、それを皆さんにダウンロードしていただいて、で お手元でメタボロームデータっていうのを実際にこう手で触ってみるということをしていただきたかったんですが、ちょっと今回の会場の中のコンピューターのスペックの問題ですとか、そういったことでちょっと皆様でやっていただくのは難しいかなというふうに思いましたので、今回はこの実習の部分、少し、まあ、ウェブサイトでできる範囲ということに限らせていただきたいと思っています。でそれからですね、お手元の資料なんですけれども、この一番後ろの方にですね、まあ、参考になるようなデータベースですとかツールなどのリンクなど紹介したものをつけておりますので、こちらもご参考ください。ということで、早速それではメタボロンミクスの基礎知識というところでお話をしていきたいと思います。その前にですね、一つ私の感覚的なものがあるんですけれども、ちょっと紹介したいのはトランスクリプトーム解析など、マイクロアレイとかですね、そういったものっていうのは割と今はもう安価に簡単に解析できるようになってきています。でそれで、サンプルさえあれば決まったアジレントなりアフィメトリックスなりの解析をすることによって、このような定量的なデータっていうのは割とすぐ出てきます。でこれは私の感覚で言うと写メを取るみたいな感じですね。パシッともう決まったものが取れると、そういう感じです。でところがメタボローム解析というのはなかなかそう簡単にいかなくてですね、例えて言うと一眼レフでこう写真を撮るような感覚だと思っています。でこう写真を撮るためにはそのレンズについての知識もなきゃいけないし、絞りとか露出とかシャッタースピードがどうかとかいう結構マニアックなこといろいろ知らないといけないと思うんですね。そうしないと綺麗な写真が撮れない。でメタボローム解析というのは残念ながらそういったかなりマニアックなところをある程度知らないとなかなか解析データっていうのも、まあ、解釈できないというところもあるので、今回は、まあ、そういったところを、まあ、ポイントを考える上でのポイントっていうのをご紹介できたらなというふうに思っています。はい、
それでは、メタボロミクスの基礎知識ということで、最初に分析装置の種類と特性というお話をしたいと思います。で、メタボロミクスでいろいろな分析装置を使うんですけれども、なぜそのようなたくさんのものを使わなきゃいけないかという理由としては、化合物には非常に多様性が大きいからということがあります。で、化合物の数どのくらいあるかということで、ここに示していますけれども、昨日もお話ありましたケグデータベースなどは16,000。それからナップサックという、これは奈良先端大学の金谷先生という方が作ってらっしゃるデータベースですけれども、5万というような天然物が登録されています。で、それから他のもうちょっと大きいデータベースですと、数十万というものもあります。で、さらに人工物なども含めた巨大なデータベースですと、パブゲムですとかキャスなどはもう1億とかいう超える化合物が存在していると、登録されているという現状です。で、こういった中で人についてはどうなのかというふうに見てみますと、先ほど の HMDB というカナダのデータベースを見てみますと、4万という数字 の化合物が体内にあるということで登録されています。これ非常に大きな数だなと思うんですけれども、ちょっと注意していただきたいのは、この中でですね、4万の中でディテクテドということで、今まで文献なりで知られているものはどれくらいかというと、10分の1ぐらいなんですね。4000ぐらいしかない。で、それでその他のものっていうのはエクスペクテドとなってまして、これは何かっていうと、食べ物とかそういったもので摂取して、おそらく体内、血液とか測ると存在しているだろうと予測されるものだということです。で、ヒューマンメタボロミクスのデータベースと言っているんですけれども、そういったものが予想されるものが登録されているという自体がちょっと結構驚きかもしれません。で、血液や尿などにも、合計で4000以上のものがあるということを言っています。で、これどういうことかと言いますと、今人のメタボロム表現系なんですが、それは決してゲノムとか遺伝子型で決まるものではなくてですね、当たり前ですけれども、食べたものですとか腸内細菌の働き、それは個々人で違っています。で、そういった環境によって、出来上がってきているものだということで、今やその人の健康とか考えた時にですね、何を食べたとかいう個人がどういう差があるのかということを考えなしにはできないということで、そういった点でも最近ではそのメタボローム解析というのがお医者さんなどでも注目されているのではないかなというふうに考えております。では、それでは非常にたくさん多岐にわたる化合物をどのように検出するかということで、主に使われる検出装置ですけれども、これは2種類あります。質量分析系と核磁気共鳴 NMR です。で、質量分析系の方は感度が非常に高くて、また検出するスピードも速いということで、網羅的検出によく使われます。で、一方で NMR は、化合物の立体構造を知るということができます。で、質量分析系、通称 MS、マスは、マスの方は立体構造はわからないんですね。あくまで質量だけだと。ということで、この2つの装置というのは非常に双方的に使われているものです。で、大体国際学会の発表とか見ていても、マスと NMR が大体64とか73ぐらいということでの割合で発表されている、そんな雰囲気です。で、今回はですね、私のお話の中ではこのマスを中心に紹介していきたいと思っています。はい。で、それで、化合物、非常にたくさんのものがあるんですけれども、化合物の性質も非常に多岐にわたります。で、水に溶けやすいものから溶けにくいもので、揮発するものからそうでないものなど様々で、またそれから生物体内での存在量というのも非常に多岐にわたります。で、ホルモンみたいにすごく少量で効くものから ATP みたいにミリモールオーダーで存在するものなどあります。ということで、1回の分析で全てを測定するということは無理で、これはもうどうしても無理だと思います。将来的にも解決されないと思うんですが、ということで何か見たいものによって適切な抽出をしたりとか、場合によっては濃縮縮などが必要になってくるというのが現状です。ということで、メタボロミクスの中では、見たい、自分が興味ある見たい化合物によって装置を選択するということがどうしても必要になってきます。
で、ここで示したのは代表的な装置なんですけれども、メタボロミクスでは質量分析系を各種クロマトグラフィーという分離装置で分離して検出するということがよく行われます。で、このクロマトグラフィーで使われるもの、代表的なものが液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィー、あるいはキャピラリー電気エイドなどが使われます。で、こちらの資料というのはアジレント社のホームページより拝借してきたものなんですけれども、じゃあそれぞれで、どういった特色があるのかというのをここで示しています。で、アミノ酸や有機酸みたいなそういったものっていうのはどの装置でも大体分析できるんですけれども、GC マスでは主に揮発する成分ですね、匂いとかそういったものを分析するのに適していて、で、ですので、食品分野ですとか香料の分野などで、昔からよく使われています。で、キャピラリー電気エイドは基本的にはイオン性の物質を検出する分離する装置ですので、アミノ酸、有機酸などに加えてトーリン酸などこういったものを分析できるという特徴があります。ということで、一次代謝関係はこの GC マスと C マスが割としっかり分析できるというものです。で、それに対して LC マスの方は GC マスや C マスではカバーできないような、植物の二次代謝産物ですとかそういったものを幅広く分析できると、そういった特徴があります。で、こちら尿の分析例ということで生データこんな感じだよということをお示ししたんですけれども、横軸が液体クロマトグラフィーの溶出時間になってまして、で、縦軸が質量電荷比という、これは物質の重さの指標になるものです。で、こういったデータが出てきまして、この中で点々として見えるものが化合物ピークということになります。で、ここで横にずっとなんか縞模様みたいな感じで見えるものがあるんですけれども、これは実はですね、溶媒に含まれているような強雑物でして、こういったノイズというのが質量分析、高感度な分析方法では全部見えてしまうということで、解析するにあたってはこういったものを全部取り除かなきゃいけないということも出てきます。はい、ということで 生データはこんな感じですよということで紹介しました。ということで、質量分析、化合物には非常に大きな多様性があるということで、検出したい物質によって、使用する装置を選ばなければいけない、あるいはいくつかのものを組み合わせなければいけませんよというお話でした。はい、で、次にはですね、質量分析の装置の原理というものをちょっと詳しくお話ししたいと思います。で、これはなぜかというと、実はその GC マスとそれ以外の LC マスや C マスのデータは本質的にちょっと違いがあるんだということをご理解いただきたいからと思っています。で、それから、化合物の構造を知る手がかりとしては、フラグメント化というものが重要になってくるので、これを紹介したいと思います。はい、で、こちら質量分析装置の原理ということで、非常にビジーなスライドですけれども、書いておきました。で、全部理解していただく必要はありません。で、何が言いたいかと言いますと、質量分析というのは重さを測るんですが、その原理としては、荷電粒子、イオンですね。イオン の運動性を利用しているということです。例えば、飛行時間型、トフマスというものは、軽い分子ほど速く飛びますよ。そういう原理を利用しています。ということで、覚えていただきたいのは、質量分析は必ずイオンを検出するということです。はい、ということで、このイオンですね、質量分析装置を行うにあたっては、こういったクロマトグラフィーで分離されてきたようなものを必ずイオン化装置というものでイオン化することになります。で、そうしますと、このイオン化の方法というのも非常に様々なものがありまして、ここに書ききれないぐらい本当にいっぱいたくさんあります。で、その中でですね、今回は2つのものを紹介したいと思います。で、1つは GC マスでよく使われる電子イオン化法で、もう1つがそれ以外のものでメジャーに使われているエレクトロスプレーイオン化法 ESI というものです。で、このイオン化法の違いによって出てくるデータの特性が違うということをお話ししたいと思います。で、それではまず GC マスで使われる電子イオン化ということについて紹介します。で、こちらはですね、GC マスで分離して分かれてきた資料が、このイオン化装置、この電子イオン化の装置に入りますと、
からフィラメントで出てきているこの熱電子というものですね、これと衝突しまして、でその時点で分子がまあイオン化される。それと同時にですね、実はこの結構エネルギーがバッと当たりますので、化合物がバラバラになってしまうんですね。でそうするとこれがマスで検出されると、まあ、こういった感じ、元は一つの分子だったものがいろいろなフラグメントに分かれたものとして検出されることになります。ということで、この電子イオン化 GC マスで出てくるデータというのはこのようなフラグメントが起こってしまったデータになるということを覚えてください。はい。で、それと比較しまして、もう一方のエレクトロスプレーイオン化法というものはですね、まあ、イオンが検出されたときにあまりフラグメント化されずに、その元の化合物の、まあ、重さが測定できるという特徴があります。これが大きな違いです。で逆に言うと、先ほど の電子イオン化というのは元 の化合物の重さがわからないということなんですね。はい、でそれから、ESI にこちらちょっと原理的に少しお話ししますと、このように LC から溶出してきたようなものがこのところで電極マスに入る直前のところでこのように高電圧をかけます。でそうするとこの場合ですと、こっちが陰極になっているんで、プラスを持ったものがバーッとこっちに飛んでいくんですね。で飛んでいくときに、最初はこの液滴の中にイオンがたくさんある状態なんですが、こっちに近づくにつれてそのイオン同士の反発とか蒸発とかがあって、最終的にはそのイオンが電化した状態になると、でこういったものが検出されるというものです。でここで後でもう一回出てくるんですけれども、イオンの負荷分子アダクトというのが生成します。でこれはですね、分子自体がチャージを持つことができる場合はそのまんまチャージを持ってマスの方に行くんですけれども、チャージを持てないものはですね、こういった形で水素イオンがついたりとかナトリウムイオンとかが孵化して、で孵化した状態で検出されるということになります。これ非常に後で大きなポイントになるので覚えておいてください。で、ESI ではですね、この電極の電場を入れ替えることで、ポジティブモード、ネガティブモード、陰イオンを検出するもの、陽イオンを検出するものということで、測定を、モードを変えることもできます。はい。ということで、イオン化、ちょっと難しい話になりましたけれども、まあ、こういったものが一つの気になるよということでした。で、それで、ここでですね、一つ皆さんに、まあ、注意していただきたいことはですね、このように質量分析では必ずイオンが検出されますので、イオン化されない物質というのは検出されません。どうしてもこうイオンになりにくいというものはあります。でそれから化合物によってですね、そのイオン化されやすいかされにくいかというのも大きく変わってきます。ですので質量分析で出てきて強度が高いからといって、それがもともと存在量が多いかというと、実はそうではないということをご注意いただきたいと思います。で次にですね、先ほど電子イオン化のところでお話があったフラグメント化ということについてもう少しお話をしたいと思います。でフラグメント化というのは、この元々の分子がなんかエネルギーが当たることによってちょっと壊れて、で壊れたものがスペクトルとして観測されるというものです。で、電子イオン化の場合、これがもうイオン化が起こったときにこのフラグメント化も起こってしまうので、こういう状態になるんですが、その他の方法でもあえてこのフラグメント化を起こすということができます。でこれはこのフラグメント化が起こることによって、これはある程度元の構造を、まあ、構造の特徴ですね、これを反映したものになりますので、まあ、構造を推定するときの一つの大きな手がかりになるということです。このフラグメント化が起こるときっていうのは、こういった割とこう構造が切れやすいところっていうのがまあ、まずフラグメント化が起こりますので、まあ、そういったことです。これ実際にどうやってそういうフラグメント化を起こすのかといいますと、まあ、不活性ガスに衝突させるというようなことが使われておりまして、代表的な方法ですと衝突、有機乖離 CID などがあります。でこれについてちょっと詳しくお話しします。でこちらですね、もともとこういう分子565という重さを持ったものがあったとするんですけれども、このフラグメント化を起こしてあげると、この構造の
切れやすいところがですね、このように分かれて271とか433とか、こういったフラグメントとして検出されるというものです。でこういった解析のことを MSMS 解析、一回マスを取ったものをもう一回マスをかけるという、そういった意味合いですね、ということで MSMS 解析と言われます。で実際にはですね、これどういう装置の中でどうやって行われるかというと、こういったマスが3つつながったようなものがあるんですが、この中で第1段階目で565というイオンを選択して、で565、ここに到達した565について、この Q2 と言われているところでガスに衝突させる、ここで分解させます。で分解したものを今度3段階目の Q3 というところでスペクトルを測定すると、でこういったものですね、これは三連四重極型マスと書いてありますけれども、まあ、こういったもので解析することができます。これがマスマス解析で、さらにですね、イオントラップ型のマスというのを用いますと、このマスマス解析っていうのを1回だけじゃなくて2回3回とどんどん繰り返すことができます。でこの565ってやつを1回壊して、で271と433ができました。そのできた271を今度これをまた選択的に壊して、でフラグメントを得ると、こういったものですね。こういったのは多段階マスということで呼ばれています。マス2、マス3などと呼ばれています。はい、ということで、質量分析は、まずイオンを検出するものだということです。でイオン化されない化合物は検出できません。でイオン化方法によってデータの出てくる特性が異なっています。で ESI ではアダクトというものも生じます。でそれから、フラグメント化という、フラグメントの情報というのは部分構造を反映したものを示していますよということで、これが訂正に後ほど使えるということになります。はい、それでは、次に、化合物をどのように同定するかというお話をしたいと思います。クロマトグラフィー質量分析による化合物の同定なんですけれども、これは基本的にですね、そのサンプルを測定したのと同じ装置とその設定条件で生成表品を分析して、でその生成表品と質量値や溶出時間が一致するかどうか、あるいはマススペクトルなどが一致するかどうか、これを見ます。で一致したところで、同定というふうに、言っています。でそうしますと実際にはですね、これだとクロマトグラフィーで分かれない光学異性とかそういったものは区別できないので、そこまでの同定はできないんですが、マスでいう同定というのはこういうレベルのものだということでご了解ください。ということで生成表品が得られると、こういった同定が可能だということで、生成表品が得られるものについては、先ほどお示しした三連四重極型マスなどを使うことによって、非常にこの化合物を選択的に高感度に検出できるという手法が確立されています。でこれはマルチプルリアクションモニタリング MRM などと呼ばれている方法で、こういったことによって1回の分析で数百の化合物を、ざーっと検出するというワイドターゲットメタボロミクスということが解析ができるようになっています。表品があればそれができるので、問題ないんです。でところがですね、入手できる表品というのは限られています。多分今売られている表品を全部買い漁ったとしても、多分 1,000個も買えないと思います。で仮に 1,000 個買ったとしてもかなり の値段がするわけですね。なので一つのラボで表品を全部揃えるということは現実的になかなかできなくって、そこが一つのネックになっています。ということで、じゃあどうしたらいいかということなんですけれども、自分が表品測定できなくても世界中の誰かが測定したデータがあったら参考になるだろうということで、誰かが測定したものを集めるというマススペクトルのライブラリーというものも構築されています。そういったものを参考にしながら同定していくと。あるいはここで得られたマススペクトルですね、こちらの構造情報をいろいろこう考えながら自分で推定していくということもある程度可能です。でこちらのスライドには、そういったことでマスマススペクトルによる構造の推定の取り組みはどういったものがあるかということを書いておきました。これ全部は説明しませんが、一番原始的には先ほどお話ししたように誰かが測定したスペクトルというのをデータベース化しておいて、これに対して
まあ、これを参照するということです。で、そうすると結局ですね、これはやっぱ表品がどっか世界中にないとこういったデータベースができないわけです。ですので、おのずと限界がありますので、表品がなくてもある程度化合物の構造情報があれば、なんとかしようと、そのスペクトル空間を広げようということで、この仮想的なスペクトルを作っていくというようなアプローチもあります。ただですね、これでも足りなくて、これは結局構造がなんか分かってないと、構造式が分かってないとできない仕事なんですね。で、おそらくですね、世の中には化学構造も知られてない化合物っていうのはものすごくたくさんまだまだありまして、でそういったものについてはアプローチできないということで、この第3の4番5番と書いているところは、まあ、未知の構造についてもある程度予測できるというようなことを考えたアプローチもいくつかありますということで、まあ、こういった取り組みがありますよというお話でした。で、そういった中でですね、最近割とこれは成績がいいよという自動解読の、まあ、ソフトウェアとして2つありますので紹介しておきます。で、1つは MS ファインダーという理研の津川さんという方が作成されているソフトウェアです。これも間もなくアベラブルになると思います。で、それからもう1つ、CSI ファインダー、CSI フィンガー ID ですね。こちらはドイツのベッカーという人たちが作っているんですけれども、まあ、こちらも割と成績がいいということで、こういったますますスペクトルから構造を解析するというのはですね、実は世界的なコンテストがあるぐらい でこれで霞コンテストというのがあるんですけれども、この2つのものというのはそのコンテストの中で昨年2016年今年ですねのコンテストで最優秀を取っていると、そういったものです。ですので、まあ、ちょっと名称だけですけれども紹介したいと思います。はい、ということで、ますますスペクトルというのは構造を推定する上で非常に、まあ、大切なんだというお話をしました。ということで、ますますスペクトルを全ての化合物について網羅的に取得していくという技術も、まあ、進展しております。で、従来の方法では、まあ、まずイオンを選択してそれを壊すということをやらなきゃいけないので、まあ、強度の強いいくつかのピークですとか、そういったものだけしかますますが取れませんでした。で、ところが、まあ、最近ではですね、まあ、いろいろ技術によって、まあ、それをなるべく網羅的に取っていくということがだんだんできるようになってきています。ちょっと詳しくは省略いたします。ということで、まあ、そうですね、同定の方法をお話ししたんですけれども、この図にはですね、大体装置によってどのくらいのものが同定できるかという数を書いておきました。これ非常にこう主観的なものなんで、あんまりこうまあ、そういうものだと思ってご理解いただきたいんですけれども、表品との、まあ、付き合わせで同定できるものっていうのが大体、まあ、数百程度だと思います。で、それでますますスペクトルから、まあ、推定できるものっていうのが、まあ、いくつかあるよということなんですが、実はですね、 GC については先ほどお話ししたように、まあ、検出されたと同時にフラグメントが起こってしまうので、まあ、その表皮に当たらないフラグメントが出てきたときにその元に戻って推定するということが非常に難しいです。なので、GC マスは表皮があるものしか分析できないというふうに考えて、まあ、いいと思います。で、CE はですね、こちらはイオン化方法としては ESI というのを使っていますので、一応、まあ、ますますスペクトルとかを取ることができます。ただし、CE はですね、キャピラリー電経道といって、細いキャピラリーの中にをサンプルを通していくんですね。ということで、ロードできるサンプル量が非常に限られています。ということで、十分な感度を持ったますますスペクトルを取るということが、まあ、割と難しくてですね、そういったことでもなかなか C マスだけでものを見るということは難しいです。ということで、現実的には LC で測定したますますを持って、まあ、化合物を推定するということがよく行われていまして、ということで、まあ、最近では LC を使って解析される方が多いということだと思います。はい、で、まあ、以上ますますが構造解析に役立ちますよという話をしました。で、でそれ以外でですね、マスで得られる情報としてその化合物の同定につながる、まあ、いくつかのポイントがありますので、ここではそれを紹介したいと思います。まずは精密質量です。で、精密質量
ですね、最近のマスは結構精度が良くなってきておりまして、得られるマスの値というのもかなり正確に得られるようになってきました。で、精密質量というのは、例えばここで示していますように、287.0548 とかいう、こういう波数がバッチリ分かるというものですね。で、そうしますと、各元素には実は精密質量というのがありまして、炭素は定義で12ぴったりなんですけれども、水素は1ではなくて 1.0078 という、こういう波数を持っています。でそうしますと、この正確に観測された 187.0548 にバッチリとこうフィットしてくるこの組み合わせの何かということを、鶴亀算みたいな計算をします。でそうすると、こういった元素組成がですね、その質量から大体想像することができるということになります。はい。でここで、質量のこういった精度のを表すときに、PPM という尺度をよく用います。でこれは濃度ではなくてですね、マスの精度ということで、100万分率なんですけれども、こういった単位が用いられるので、覚えておいてください。計算式は下にここに書いてあります。はい。で次はですね、安定同位体のピークというものを用いると炭素の数を推定できますよというお話です。で実はですね、化合物1個ピークを検出しますと、実はそこから1マスずれたところにちょっと影のようなこういったピークが見えます。これが炭素の安定同位体ピークです。でこちらが実際のデータなんですけれども、例えばエピカテキン4両体っていう炭素が60個ある化合物があったとすると、マススペクトルを測定するとこんな感じになります。でこれがですね、エピカテキンの重さ1155なんですけれども、これと1離れたところに、こういったピークがどんどん立つと。でこれがですね、炭素の安定同位体ピークです。でこれがどうしてできてくるかということなんですけれども、実はその炭素の中には天然界でこの 13C という重さが1増えた同位体というのが 1% の確率で存在します。でそうすると、このエピカテキンのカーボンが60個ある、この60個のうちのどれか1個でもこの 13C に置き換わると、そうするとここのピークにシフトしちゃうということなんですね。でこういったことで、こういった安定同位体ピークっていうのが現れてきます。で下に示したのは今度グルタチオンです。これはカーボンが10個しかありません。でそうすると、こういった同じようにスペクトルが得られるんですが、この 13C のピークっていうのが小さくなっています。でこれどういうことかっていうと、この10個のうちのどれか1個が 13C に置き換わるっていうのは、言うのよりもこの60個のうちのどれか1個置き換わる、こちらの方が確率が全然高いわけですね。ということで、こちらのエピカテキンの方がピークが高いという感じになります。でこれ実際には理論的に計算するときはちょっともっと複雑な計算が必要なんですけれども、経験的にはですね、この 12C と 13C の比を取って、このパーセントがだいたいこの炭素の数に当たりますよということになっています。この 63%、 これ60個、こっちは 11.5% ということで、こちら10個という感じですね。こういったことでこの比を見ることによって、炭素が何個ぐらいあるのかということが予測できますよということでした。こういったものも同定の手がかりになります。で同じことをような考え方をするとですね、実は硫黄の分子がこの中に存在するかどうかということも見ることができます。硫黄というのは天然に32というのが あるんですけれども、それが34に置き換わった安定同位体が 4% という、結構多く存在するんですね。ということで、S が入っているものっていうのは、ここの、S のピークが見えてくるということになります。でここで一つ注意しなければいけないのがですね、マスの分解能というファクターです。でこのように、ちょっとお話しするの忘れましたが、この 34S、 実は 13C が2つ連なった部分ですね、このマスとちょっと微妙にずれているんですね。でこの微妙なずれが検出できないと S があるかどうかは分からない。でそれがですね、マスの分解能が低いと、この2つのピークっていうのは 1つにこう、
まとまってしまうので、ある程度分解能が高い装置で測定したデータでこれを評価しないといけないということになるのでご注意ください。はい、で次に、価数の判定という話です。で価数とは 何ぞやということなんですけれども、こちらのスライドに示しました。で普通はですね、化合物が、チャージを1つ持って検出されると、一価と言われるんですけれども、こういう形で 13C と 12C、こうやって見えてきます。でこれがですね、その化合物が例えばプロトンが2つついて2個チャージした状態で、検出されると、このような形になります。で同じように3か4かこういう形でイオンとして検出されることもあるんですね。でそれで、こういったなんか C13C の間にこう1つ増えたみたいな、こういう形に検出されるんですけれども、これがどうして起こってくるかということをちょっとお話ししたいと思います。で例えば分子量が600の分子があったとします。でこれが、2価ということで検出されると、重さとしてはこの水素が2ついて602になります。で 13C のアイソトープピークっていうのはこれより1増えたところで603になります。でこれがイオンとして検出されると、実はですね、この検出されるときは質量電荷比といって、電荷の数で割った数が検出されることになります。ということで実際に検出されるときにはこの602の半分の301というのが検出されます。で同じようにこの安定同位体の1個入った603というのは検出されるときに半分のマスになるので、301.5 ということでこの波数が出てくるんですね。でこういったものが検出されたときにこのようにこの間に入ってくるものとして見えてくるということになります。ですからピークを検出したときにこういった間に入ってくるようなものがあったら、これは2価なんだな、3価なんだなということを判別するということになります。これ実はですね、ペプチドとかそういったものっていうのはこう高になりやすいんですね。なのでそういったものが実際にペプチドなのかどうかと判定するときにはこういったことを注意しなきゃいけないということになります。で最後にですね、アダクトの判定という先ほど出てきたものについて紹介します。でこちら ESI のイオン化の方法ですけれども、ここでその分子自体がイオンになれるものはこうやってイオンになるんですけれども、イオンになれないものは水素とかナトリウムとかが孵化するというお話をしました。でこれは、LC で溶出されてきた後にこのマスに入る直前で起こるものになります。で、分子がどういった状態で検出されたのかっていうのはそのままではよくわからないんですね。でこれをどういうふうに判定するかということなんですけれども、このようにピークがこうやって検出されたときに同じようなこの形で違うマスで検出されるというピークがもしあったとします。でそしてこういったピークのペアですね、このマスの差分を見たときにこれがちょうどナトリウムと水素を差し引いたものと同じ差分を持っていたとします。でそうするとこちらはナトリウムがついていて、こっちが水素が孵化したピークだったんだろうなという想定ができます。でこういったことをすることによってどういった状態でイオンがイオン化していたのかということを後で推定することになります。これ非常に大きなファクターです。でなぜかと言いますと、この先重さを検出した後にやることっていうのはデータベースに検索したりするわけですね。で化合物データベース、で化合物データベースっていうのはこういったどういった孵化体で検出されたのかっていうのは関係なく、この元の化合物の重さだけでこう登録されているわけです。ですからこの孵化体を見誤ってしまうと、そうすると化合物に違う重さで検索することになりますので、当然ヒットはなくなってくるということです。ですのでこれをどうやって正確に検出するかということも一つの大きな課題となっています。はい、ということで、質量分析による化合物の同定、これは基本的には表品との比較が必要だということをお話ししました。
でところが表品というのは非常に入手は限られているので、まあ、いろんなことを考えて推定していかなければいけない。でそのための手がかりというのがこのように今回紹介したようなものがありますよというお話でした。ということでメタボロームデータというのはですね、まあ、一応こう解析すると表になって出てくるわけですけれども、その中には表品として比較してきっちり分かったものとそうでないものが含まれてくるということをご了解ください。でということで大半のものはその推定結果になってきますから、それが正しいのかどうかというのを判断しなければいけません。で判断するのはデータを手にした皆さんになります。なのでデータを得た時にですね、それを決してそのまま鵜呑みにするのではなくて、こういった解析が適切に行われているのかどうかというのをきちっと判断して、それで利用するということを心がけていただければと思います。ということでこのあたりがですね、この一眼レフを扱う時みたいに結構マニアックなことを知らなければいけませんよということでした。でそうですね、そういうことで、まあ、使っているソフトがどれだけ信頼できるかどうか、そういうことも一度疑って、まあ、見てみてくださいということです。はい、ということで、まあ、その中でですね、私たちパワーゲットというソフトウェアを作っています。でこれはですね、精密質量を非常に正確に取得できるという特徴があって、でそのためにアダクトの判定、高い音の判定などが、まあ、正確にできますよと、こういったソフトになっています。でそれ と,、このソフトはですね、非常に小さなピークまで全部拾い切って全部データを使うということをまあ、できるというもので、まあ、この拾い切るというところでは、まあ、世界最高水準なんじゃないかなというふうに考えています。ということで先ほどの尿の分析なんですけれども、これもこのパワーゲットで解析しますと、この4000ピークぐらいがバッと出てきます。でこれは先ほどヒューマンメタボロームデータベースでは、まあ、尿の中には4000ぐらいあるんじゃないかなというふうにこう推定されているというお話をしたんですけれども、まあ、このデータ見ると、この1回ワンショットで取っただけでもこれだけ出てくるんですね。ですので、まだまだ知られていない化合物っていうのはたくさんあるんじゃないかなというふうに私は思っています。はい、まあ、物を食べてから90分経った後のサンプルというのを用いまして、でここでピークを解析してみました。で、まずはですね、ポジティブモードで測定した結果ですけれども、だいたい4000ぐらいのピークが見えまして、でこれをですね、先ほどのアダクトというもので同じものが違うアダクトとして見えてしまったというものを全部寄せ集めて成分として数えると、まあ、3800ぐらいとなっています。でこのデータを使って、この表にはインテンシティが強い順に並べているんですけれども、まあ、それを検出されたマスをデータベースに検索したという結果がこちらに示してあります。でそうするとですね、ウロビリンですとかウロビリノーゲンとかですね、こういった尿でまあ検出されますよというのが分かっているものが結構まあそれなりにヒットしてきていて、まあ、それなりのデータなんだなということが分かりました。で今度これをネガティブモードで検出しますと、まあ、このような形になっていまして、でやっぱりデータベースに検索した結果なんですが、これをよく見るとですね、こういったスルフェートとかグルクロニドとかいう名前のついたものが結構多く見られています。でこれはですね、おそらく硫酸包合体とかグルクロン酸包合体なんだろうというふうに考えています。でこちら皆さんよくご存知だと思うんですけれども、こういった包合体っていうのは、まあ、体内の無毒化反応などで知られているもので、まあ、肝臓で起こるものになります。で、まあ、こういった反応はあるんですけれども、人のメタボロームを研究されている先生方に聞くと、実はこの包合体っていうのは結構問題だというんですね。で何が問題かっていうと、まあ、食べたものとかそれ摂取したものっていうのは大抵何でもこう包合体になってしまうということなんですが、その包合体になったものっていうのは実はデータベースに存在しないんですね。そういったものが登録されているものは割と少ないということなんです。だからデータベース検索での検出、まあ、推定っていうのは非常に難しいということでした。でもですね、よく考えてみると、このグルクロン酸とか硫酸っていうのは、まあ、元の化合物に何かがくっついたというものなので、こういったもう基地の差分が分かるわけですね。ということでよく考えると、検出されたマス値からこれらを差し引いて、それでデータベース検索すれば、まあ、ヒットするだろうということになります。
で、そういうことでやってみますと、硫酸方法体については非常にうまくいきましたので紹介したいと思います。でこちら先ほど の尿の分析なんですけれども、硫酸の分を差し引いてデータベースに検索するとヒットするものが結構あるんですね。バッとありました。で4000ぐらい、5000ぐらいのピークのうちの1000ぐらいがヒットしたということです。ただしこれはですね、たまたまヒットしたということであって、間違いも多分中にたくさんあると思います。ということで、もうちょっとなんとかならないかということを考えてみました。でそうするとですね、先ほどちょっとお話しした同位体のピークなんですね。これを見ますと、この一つのピークを拡大すると、こういった 13C の同位体ピークが見えてきまして、この 13C が2個連なったここのところをもっと拡大するとですね、このように S のピークというのが見えてくるんですね。ということで、この硫酸の同位体ピークがあれば、構造の中にどっか硫酸があるんだ。で、硫酸方向体なので絶対1個あるはずなので、これがあるかないかで、ある程度判定できるだろうということになります。ということで、見ていきますと、ちょっとこの 1000個を全部見るっていうのはちょっと時間的にできなかったんですが、感覚的に数百ピークぐらいは方向体になってそうだなということが分かりました。これやっぱり結構な数なのかなと思います。ということで、ここに候補を示していますけれども、こういったもともと方向体としてデータベースに検索にデータベースに登録されているものは、そのままヒットしていきます。だけれども、こういった差分を見て検索しないと当たらなかったというものは結構ありまして、その中にはこういったやっぱりこれに似ているものですね、ちょっとこう二重結合がとか違うんですけれども、こういったものもありますよということです。でそれからこちらの下の方はですね、これは多分食べ物由来のものなんですけれども、こういったものも方向体として検出されています。でこういったのはですね、こういったソフトウェアを使うと簡単にこう10分ぐらい見てるとですね、こういったのがボロボロ見つかってくるんですね。なので、まだまだ知られてないものがあるんだなということが実感できました。で次にクロクロン酸の方向体なんですけれども、これはですね、実は差分を差し引くだけではうまくいきません。なぜかというと、グルクロン酸というのは CHO だけからできているんですね。でこれを差し引くっていうことだけをするとですね、たまたまその差分を持っている違う異性体というのはもうたくさんあり得るわけです。でさらに先ほどの S があるかどうかみたいなことでは判別ができないということで、グルクロン酸方向体は意外と難しそうでした。ということで別のアプローチが必要です。でここで取ったアプローチは何かというと、ますますのデータを利用するということです。で、全固体イオンがあって、で実はグルクロン酸というのは方向体化されたものっていうのはますます解析をすると、そのグルクロン酸の部分だけがポイッと切れたものが検出されやすいということが分かっています。そうすると、もしグルクロン酸の方向体だと、このますますを取った時にこれだけが抜け落ちたピークがピッとこう立つはずだということになります。ということで、こういったますます解析をした時に抜け落ちたものっていうのをニュートラルロスっていうんですけれども、こういったものを検索してみました。でこれはですね、マス2ビューアーっていう後で皆さんにダウンロードしてもらおうと思ってたっていうソフトなんですけれども、それを使うとできるんですが、こういった差分をバッと検出しますと、やっぱり数百ぐらいのこういった候補が出てきまして、でそれを一個一個見ていくと、これはですね、多分イチゴ由来なんですけれども、食べたもの由来のもののグルクロン酸方向体っていうのの候補が見つかってきました。でこういったものもこれも方向体としてはデータベースに登録されていないものです。ということで、こういったものも見つかってきます。さらにですね、こちらはまた別のアプローチでフラボノイドというものの検出の例です。ちょっと宣伝になりますけれども、フラボノイドっていうのは茶化テキンですとかポリフェノール、大豆イソブラボンとかいったそういった機能性に関係するものが多いという、化合物の一群で、天然界には7000種類ぐらいあるというふうに言われています。でところがですね、こういった機能性とかは注目されるんですけれども、このフラボノイドを実はマスで検出するっていうのは非常に難しい。で一つの理由っていうのは表品がほとんど手に入らないんですね。で100個ぐらいしか全部買いあさってもそのぐらいしか手に入りません。7000あるうちの数百しか手に入らないということ であとは構造の多様性が結構大きいんですね。なのでますます のパターンからその元の構造を解読するっていうのも結構大変です。でそういったものなんですけれども、私たちは
フラボノイドサーチというツールなんですが、このフラボノイドをますますパターンから予測できるというツールを作りました。で、これどうやって作ったかということなんですけれども、このポスドクの秋元さんという女性の方がですね、この7000種類のフラボノイドの化学構造をずっと机にへばりついて見ていきました。で、ずっとずっと見ていくと、なんかひらめくものがあって、あ、この構造だったらこうやって壊れるはずだっていうのがだんだん見えてくるそうです。私はその感覚はちょっとシェアできないんですけれども、まあ、そういうことをやっていって、その7000から全部こう出てきうるフラグメントっていうのを全部手作業でデータにしました。で、そうするとですね、こう既存のいろんな推定ツールをなんか使うよりも全然ものすごいいい確率で予測できるということが分かってきました。ということで、この秋元さんですね、この作業をするのに3年間ぐらいずっと机にへばりついてたんですけれども、まあ、こういった人の英知がですね、結局コンピューターに勝つということっていうのはまだまだあるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで、そうですね、まあ、このフラボノイドサーチを使うとですね、実はこれパセリっていう皆さんよく食べている、まあ、あんま食べない人もいるかもしれませんけれども、それをパセリでですね分析すると、今までパセリには5種類ぐらいとかフラボノイド知られているんですけれども、それ以上にものすごいたくさんの未知のフラボノイドがあるなということが分かってきました。まあ、こういったことも見つかっています。で、これをですね、尿の分析について適用しますと、まあ、100個ぐらいのフラボノイドのピークっていうのがやっぱり見えてきて、で、その中いくつか示すと、まあ、こんな構造なんだっていうことが分かってきます。はい、ということで、まあ、今回ちょっと尿のところでお示ししたように、まあ、いろんな手がかりをですね、今回お話ししたようなものを駆使することで、まあ、未知の化合物っていうのを結構探索していけるんだということがお分かりいただけたんじゃないかと思っています。そしてきっともうちょっと解析していくと、その背景にある生物機能っていうのを考察できるんではないかと思っています。で、そのために一番大切なのは、まずはこういうふうに見てみたい、例えばグルクローン酸包合体を検出してみたいみたいな、そういったアイデアをまず持つということが必要です。で、それでそれについて、じゃあそうやって見るためにはどういうツールが必要かということを、まあ、知るということですね。で、何かのツールを使って、できればそれを使えばいいんですけれども、そういったツールがないからといって、まあ、諦めるのではなくてですね、ないものは作る、誰かにお願いするとかいうことをぜひ考えてみてください。で、それでそういったツールやデータベースを作るということはですね、私たちこの NBDC でファンディングしていただいてます、データベース統合化プロジェクトですね、そちらの、まあ、ミッションの一つでもありますので、ぜひこういうデータを見たいとかいうことがありましたら、ご意見をお寄せいただければと思っています。はい、ということで、それでは最後にですね、ちょっとだいぶこうお話の方が長くなってしまって非常に恐縮なんですけれども、実習の方を少しやっていきたいと思っています。はい、ということで、そうですね、ここに実習1から、まあ、書いてあるんですが、データのダウンロードって書いてあるんですけれども、データダウンロードしていただかなくてもできますので、無理にダウンロードしなくても結構です。で、まずはそこに示したウェブサイトにアクセスの方だけお願いいたします。で、お手元の資料の方にはアクセス ID とパスワードがあると思うので、この WebS2 なんとかっていうところにアクセスして、ページを開いてください。私もアクセスしてみます。このページだけ皆さん開けましたでしょうか。なんかパスワードで弾かれるとか、この URL 入れたけどなんか出てこないとか、大丈夫ですか。大丈夫なようならこの先に進めたいと思います。で、もしこれからお家に帰ってですね、この、まあ、MS2 ビューバーっていうようなツールですとか、そういったものをお試しになりたいという方はですね、ダウンロードされたファイルを、まあ、ZIP ファイルの展開の仕方とか書いておりましたので、まあ、これ辺を参考にお試しいただければと思います。今はしていただかなくて結構です。
で、それではですね、実習2というところで、観測されたマス地から化合物を検索するということを少しやっていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。まずはですね、最初にケムスパイダーというツールを使って、こう検索するということをやってみたいと思います。で、先ほど開いていただいたアジャックスアキのウェブページの中にその実習で使うようなデータですとかリンクっていうのはそこに貼ってありますので、そこからアクセスしていただいて結構です。で、ケムスパイダーですね。このウェブサイトにこう行ってみてください。で、行ってみるんですけれども、なんかなかなかつながらないですね。皆さん大丈夫ですか？ウェブケムスパイダーって出てきましたでしょうか？これ、あ、出てきましたね。なんかヨーロッパの方なのかな。ちょっとこうもともと少し遅いウェブサイトなんですけれども、はい、この中でマス地から検索するということをやってみます。で、このやり方はですね、実習に書いてありますけれども、このメニューが分かりにくいんですが、この中のどうだっけ、アドバンスドというところを選択して。いちいち重いですね。なかなかいかないです。はい、出てきました。で、この中で、まあ、これはサーチのメニューなんですけれども、このいっぱいって何か分かりません。で、その中のイントリンジック、プロパティーズというところを開いてください。そうすると何かいろんなメニューが項目がわーっと出てきます。で、この辺で出てくるものっていうのは今日お話ししたようなあのいろんな側面からデータを見ていくときに、まあ、こういった検索をしたいという要望を全部ここに詰め込んでるというだけです。なので、まあ、自分の知りたいものをこう入れていけばいいんですが、まあまあ、このように非常に分かりづらいです、ウェブサイト。はい、でそれで、このイントリンジックプロパティーズをやりますと、そのずっと一番下の方にですね、モノアイソトピックマスという欄があります。ここです。これですね。で、この中にマス値などを入れると検索ができるようになっています。で、ここでは例として166.0861というのをもう入れてみてください。で、ですね、手で入れてもいいし、コピペでもいいです。はい。で、これを検出されたマスがあって、でそれで、ここで入れなきゃいけないパラメーターがどのくらいの、質量誤差を許容するかというところですね。でこれが、今のところ 0.001 というのが入っています。でそれからここで、この欄でアダクトの種類というのを選択します。でこれ今回今回は M たす H、 この M プラス H というのを選択してください。でそして、このもう一つの欄、何にも案内がなくて非常に不親切なんですけれども、このところでは、チャージプラス E と D のかなを選択します。はい。で、この状態でサーチってやると検索ができるようになります。で、たったこれだけ、マスから検索したいという、たったこれだけなんですけれども、やはりこのアダクトとは何だとか、イオン、チャージが何だとかいうの知識がないと、やっぱりできないんですね。なので、結構マニアックだよというのは、こういったところでも分かるかと思います。で、そうすると、まあ、こういったいろいろ候補があって、ということが出てきて、まあ、この中で、なんかどれかなんだなということが、まあ、なんとなく、ふわっと分かるというようなことでした。はい、皆さん大丈夫ですか？良さそうですか？このあたり。はい。これがケムスパイダーのすごくたくさんある機能の中の一つでした。はい。じゃあそしたら次ですね、実習3ということで、今度は同じものを HMDB で検索するということをやってみたいと思います。なんだろう、変なの出てきた。
ちょっと私の操作がもたついている場合はどんどん先に進めていただいても構いません。で、HMDB です。で、HMDB の方ですと、これ画面小さくしてると こっちにこういうふうなメニューが折りたたまれて出てしまうことがあるので、で、こういった場合はここを押していただいて、このサーチのところのどこを行けばいいのかな ?MS サーチ。といったところを行きます。で、それでここにクエリマスということで、同じ 166. 何とかこれを入れてみましょう。はい。この場合、HMDB だといくつかを一気に入れることができるみたいですね。で、こうしておいて、で、この中でやっぱり選択項目があって、イオンモードはまあポジティブ。で、アダクトのタイプはやっぱり M プラス H と。すごいたくさんアダクトもいろんなのがあるんですね。で、モレキュラーウェイトトレランス。このところは、5ppm ぐらいにしておきましょうか。これは HMDB の場合はダルトンと ppm 両方選べるみたいです。で、こういう形で、サーチすると、出てくるということですね。で、これもやっぱりたくさん候補が出てくるんで、ふわっとした感じ、こんなもんかということですね。で、実際にはですね、これはフェニルアラニンのピークなので、答えが知っている場合はこうやって見ればいいんですが、HMDB の非常にこう私が好きなところが一つあります。で、それは何かというと、この個々の化合物についてのデスクリプションというところがですね、ここが非常にいろんなことが書いてあります。で、フェニルアラインはどういうものでみたいなうんちくがですね、非常にたくさん書いてあります。で、これなんでこれ嬉しいかというと、例えばその何か化合物をマスで検出して何かわからないマスが出てきました。で、それをデータベースにヒットさせたときに、何かそこにこう例えば尿で検出されますよとか書いてあるとですね、そうすると、何かその化合物かもしれないなっていう確信がちょっと持てるんですね。で、それは非常に些細なことっていうか間違える元でもあるかもしれないんですけれども、非常にこう嬉しいことで解釈に役に立つので、そういった意味ではこの HMDB っていうのはこういったうんちくがすごく書かれているということで非常に有益だと思います。はい、皆さん HMDB の検索っていうのはできたでしょうか。この通りやればできるので問題ないと思います。で、ここで、同じマスをケムスパイダーと HMDB で両方で検索したんですが、感じていただきたかったのは、そのサイトによってなんかこう結構違うということなんですね、検索するやり方っていうのが。なので一個一個見ていかないと結構大変です。化合物のデータベース検索するの大変です。ということで、私自身がそういうことを大変さを感じたので、そういったのが一気に検索できるツールはないかなということで、開発を行いました。で、それがですね、これは皆さんやっていただかなくて、前でモニターで見ていただくだけでいいかもしれないんですけれども、後ほどダウンロードしていただけますツールの中に、MF サーチャーというツールがありまして、で、これを使うとですね、HMDB とか KEG とか NAPSAC とか、PubChem とかもそうですけれども、代表的なところは一気にクロス検索ができるような感じになっています。ということで、先ほどの 166. 点なんだっけ、0861とかを入れて、こういったマージンをとこのアダクトを選択して検索やると、そうすると候補がバーッと出てくるということで、こういうのがあると便利かもしれません。で、ちなみにですね、このツールは、モレキュラービューワーという窓もありまして、こういった候補の、構造式ですね、こういうのはパッパッと見ていくっていうこともできますし、で、こう選んだものの選んでおいてリンクっていうボタンを押すと元のサイトに当然戻ることもできます。はい、
で実際はこのツールはこうあの生データをここで開いておいて、で、検出されたあの質量をピックアップして、でこのツールで検索するということまでが一気にまあできるような、まあ、ツールなんですけども、まあ、今回はこれはちょっとあのやりません。はい、ということで、あ、今やったその MF サーチャーでの検索っていうのはこの実習の4になっていました。これはあの後ほどもしご興味があったら皆さんでもやってみてください。はい、でですね、あとはあのこの辺はもうこのツールを使ってのものなので、あのこの前の画面の方で見ていただければいいかな。あ、これは実習後はちょっとあんまり面白くないのでやめておきましょう。で、次実習6をあの実際に皆さんにやっていただきたいと思います。でこれはですね、あのますますを取った時のスペクトルのデータ、これをあのスペクトルのライブラリに対して検索するというものです。で、まあ、先ほど少しだけ出てきたんですけれども、あのますますの世界中で取ったますますのスペクトルを、まあ、集めているデータベースっていうのがありまして、その代表的なものの一つがマスバンクというあのデータベースです。でこれ日本 の、 あの西岡先生というあの先生が作ったデータベースなんですけれども、もう世界中であの、まあ、これを知らない人はいないというぐらいにあの皆さん使われている、まあ、ものです。で、ここで、ね、データを検索するということをやってみましょう。ということで、アジャックスアッキの、 あの私のウェブサイトの方からあのマスバンクリンクがありますので、そこに飛んでいただけますでしょうか。でここももしかしたらちょっと皆さんで一斉にあのアクセスするとちょっと遅くなるかもしれないんですけれども、まあ、こうあります。でこの中で、これもいろんなことができるのであのメニューが分かりにくいんですが、そのますます の、 あの検索をするというのはあのこちらになります。まずクイックサーチというところを押します。これはあのインストラクションは全部その実習の方に書いてありますけれども、押したよね。なかなかつながらない。皆さんあのマスバンクのサイト行けましたか？大丈夫そう、あ、大丈夫そうですね。で、この中に行きたいんですけれども、ちょっとなんか私の方でアクセスできないです。で、クイックサーチもしあのこうクリックできたならば、その中にあのさらにあのメニューが出てきて、サーチバイピークというのがありますので、こちらの方を押しておいてください。うん、すいません、私の方でつながらないですねしばらく待ってるといけるかもしれませんが、まあ、いけなかったらごめんなさいということで、まあ、ちょっとあのメニューのある位置が分かりにくいんですが、あのクイックサーチの中のさらにサーチバイピークというのを押すと、そうするとますますのデータを入力する画面というのが出てきます。でこれ画面取り取っておけばいいかな。ここにありますね。一応ちょっと小さいですけどこう あ, のありますが、こういった感じで、データを貼り付けます。で貼り付けるデータというのはあのもうデモデータとしてここにありますけれども、あの、まあ、私が紹介したサイトで、このようにマス値とそのインテンシティがあの、まあ、スペースなどで区切られているようなこういうデータですね。こういうデータを用意しておきます。でこれを、検索欄のところにこう入れてあげて、でそれで本当はあのこちらの検索欄の右側にですね、あのどういった装置で取られたマスの情報なのかというのを選択する画面があります。でここで、GC マスのデータとかを選択してしまうと、これあの実際に取ったのはあの LC マスなので、あの全然違う結果になりますから、それを気をつけてください。で GC マスはのイオン化された時にバラバラに壊れたフラグメントのデータになっています。なのでそれをご注意ください。で LC マスのマス2とかマス3とかそういうのを選ぶ項目もあるので、まあ、それを適切に選んで、この場合は マス2なんですけれども、あのそれで検索するようにということでお願いします。でまあ、検索が成功すると、まあ、一覧表がバッと出てきますの で、 でその中からまあこれかもしれないなというのをまあなんとなく見ていただくということですね。はい、ということで
ちょっとすいません、私の方でずっとつながらないのでそのデモンストレーションはできないんですけれども、まあ、そういった、あ、来た来た来た、一応やってみましょうか。サーチバイピーク、大体この化合物のデータベースとかこういったものっていうのは、まあ、いろんな用途で使われるので、その化合物の名前を調べたりとかですね、まあ、そういったものもあるんで、いろんなメニューが出てくるんですね。なので自分がこう一番やりたいことが真っ先に出てこないということは結構あると思うので、そこら辺はまあ、そういうものだと思って慣れていただくしかないかもしれませんですね。このデータをここのところにコピーします。でこちらで EI、 これはデフォルトでオフになっているので、まあ、ちょっと親切かもしれませんが ESI、 こちらに装置がいっぱいありますけれども、まあ、これは全部チェックでいいでしょう。でマスのタイプとしては、まあ、こういうふうにあるので、まあ、今回オールでもいいかもしれないですね。でイオンモードがポジティブとなっています。で、マスバンクの場合はこのマススペクトルだけを入れればいいという仕様になっています。で、一応そうですね。でそれでサーチってやると、まあ、検索がかかると、うん、いうことです。でここで候補が出てきて、うん、まあ、なんか未知の場合はどれなのかなってここでまた悩むわけですけれども、今回はまあ、あらかじめ分かっているもの、グルタチオンなんですね。グルタチオンのマスマススペクトルだったので、まあ、それが正しくちゃんとトップヒットで出てきているということが、まあ、分かりました。まあ、こういったものになります。で、あとですね、ますますを検索できるデータベースというのはこの他にもいろいろあります。で先ほど紹介した HMDB、 ヒューマンメタボロームデータベース、そちらでもスペクトルを検索するというモードもあります。でそれからもう一つ代表的なものとしてはメットリンというウェブサイトがあります。でそちらも大きなますますスペクトル のレポジトリなんですけれども、そこでも検索できます。で皆さんご興味あったらいろいろなサイトで検索をしてみてください。でそこできっと分かることはですね、データベースによって全然答えが違うということなんですね。でそれは必然というのもありまして、そのデータベースによって登録されているスペクトルがまあ違ったりするわけです。その質自体量も違うこともあります。でそれから自分が投げたデータっていうのが、まあ、そのデータベースに対して適切でない場合もあります。例えばイオントラップという、まあ、質量分析マスで取ったデータっていうのは割とこう精度が低いマスマスのデータなんですね。でその精度の低いデータを精度の高いマスで取ったスペクトルを蓄積しているデータベースに当ててもほとんど当たってこなかったりします。でこういうそういったデータ取得されているデータの質とかにもよりますので結構そこら辺は難しい問題です。ですから本当に未知なものをこう検索してヒットしてきたデータをどう考えるのかっていうのは本当にこうなんていうか、まあ、目的によるということで そこで考えなきゃいけないということがありますので、そこはご注意いただきたいと思います。じゃあどうやってそれを使うかということなんですけれども、例えばなんか化合物データベースにヒットしてこの化合物かこの化合物かどっちかかもしれない、でそれでますますのこのニュートラルロスとかを考えるとこっちの気がするんだけど本当かなみたいな、そういうことまで考えついたとします。でそうした時にデータベースに当ててやっぱりこの基地のスペクトルがこういうものが出てたっていうことが分かれば、それは大きな確信になると思いますので、そういった判断に使うのはいいかなというふうに思います。ですのでそうですね、ヒットさせて出てきたデータを鵜呑みにしないということもまあ、くれぐれもご注意いただきたいなというふうに思っています。はい、ということで大体私の方で今日用意してきた実習は以上なんですけれども、そうですね、はい、ということでじゃあ私の方は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。先生ありがとうございました。少しだけお時間あるんですが、そうですね、もし何か質問などありましたらどうぞよろしくお願いします。はい、全く質量分析やったことなくて、まあ、論文で読んでるだけでいろいろわからないことがあるんですけど、まず
このいっぱいたくさん出てきたものの化合物でバーッと入ってる。今出てきた化合物の中とかで、まあ、たくさん出てくると思うんですけど、まあ、どの物質っぽいかっていうのは、まあ、一番上のものが一番なのかなと思うんですけど、まあ、例えばこの